皆さんこんにちは、ゆずきです。本日の動画は夏服ルックブックになります。この間5月コーデのルックブックを出したんですけど、その時長袖のコーディネートもご紹介していて、でも今現在もう長袖とか言ってられんぐらいめちゃくちゃ暑くないですか。なので今回は半袖のみの思いっきり夏らしいコーデをたっぷり8コーデご紹介していきたいと思います。実はこの動画がアップされる26日から今月末31日まで私のセレクトショップシリティのポップアップが開催されるんですけど、今回のルックブックはそのポップアップに実際に並ぶアイテムのご紹介も兼ねて動画を撮っていこうと思うので、ポップアップに来てくださる予定がある方はぜひしっかり見ていただけたらなと思います。もちろんポップアップだけではなくてオンラインの販売もあるので、ぜひ皆さん最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速スタート。はい、まず一つ目のアイテムがこちらのデニムのセットアップです。ストーリーにちらっと載せてからめちゃくちゃお問い合わせが多くて、とても人気の予感がしているアイテムです。こちらがステッチデニムセットアップ5577円で、私が着ているブラックデニムのカラーともう一色ディープブルーデニムのカラーがあります。こういう半袖ジャケットとパンツのセットアップなんですけど、一応生地はデニムです。伝わるかな、すっごい薄くて柔らかいので夏場にぴったりな素材です。でこのアイテムはセットで着た時のシルエットが大優勝すぎて、かなりスタイルがよく見えるアイテムだと思います。こういうところにステッチが入ってるのもポイントで、ボタンがマットなのもすごい高級感あって大人っぽくて可愛いです。でこちらのジャケットはここに肩パッドが入ってるので、すごいシルエットが綺麗なんですよね。スクエアネックなので顔周りもすごいスッキリ見せてくれます。パンツはね、シルエット的にはかなりワイルドなんですけど、こんな感じでサイド2つずつタックが入ってるので足のラインがすごく綺麗に見えます。でもちろんポケット付きで後ろがゴムになってるのでめちゃくちゃ楽ちんです。肩パッド入りのカチッと感が強いジャケットにこのワイドシルエットのパンツがすごいメリハリがあって、このバランス感がめちゃくちゃお気に入りです。あとはジャケットがショート丈なのでウエスト部分が強調されてすごい細見え効果がある形です。これはもちろんここでも着用できるのでこんな感じで違うトップスと合わせてもすごい可愛いですし、ジャケットをキャミワンピースの上から羽織ったりするのもすごい可愛かったです。どのセットアップもそうなんですけど、セットで着られるしここでも着用できるので着回し力は抜群かなと思います。これはほんまにおすすめです。はい、コーディネートはこんな感じに組んでみました。ただでさえこのセットアップだけでもスタイルアップ効果があるんですけど、そこにこういうねヒールのサンダルを合わせてるので、さらに足長効果がマシマシになって、いつもの5倍ぐらいはスタイルよく見えるんじゃないかなと思います。それでは次、はい、一つ目のアイテムがこちらのトップスです。めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。こちらがリネンシャーリングブラウス、お値段が4598円です。カラーが私が着ているブラックともう一色アイボリーのカラーがあります。このトップスマジで可愛いんですよ。こんな感じでボリュームたっぷりのパフショルダーに、この裾の部分もペプラムデザインでふんわりお腹周りをカバーしてくれるような形になってます。素材もリネン素材なので夏にぴったりだと思います。この辺の切り替えとかクシュッと感もめちゃくちゃ可愛いですし、ほんまにコーディネートの主役級のトップスやなと思います。すごい存在感の強いアイテムではあるんですけど、ほんまにどんなボトムスとも相性が良くて、こんな感じでデニムと合わせても可愛かったですし、後ほどお見せするんですけどスカートコーデもめちゃくちゃ可愛いです。はい、3つ目のアイテムがこちらのスカートです。こちらがドットプリーズロングスカート、お値段が3465円です。カラーが私が今着ているブラックともう一色アイボリーのカラーがあります。このスカートは急遽ポップアップに置くことになったんですけど、これはほんまに写真より実物見た方が絶対に可愛いので置けるようになってめちゃくちゃ嬉しいです。ドット柄なんですけど、すごい丸も小さくて細かい柄なので比較的挑戦しやすい柄アイテムかなと思います。で近くで見るとよくわかると思うんですけど、こんな感じの細プリーツなのでめちゃくちゃ華奢見え効果がすごいんですよ。履き心地もすごいサラッとしてるので、暑い日でもベタつく感じはしないと思います。ちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、一応裾部分はマーメイドの形になってます。履いた時のシルエットとか歩いた時の動き方とかがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。はい、コーディネートはこんな感じに組んでみました。もうモノトーンでまとめてるんですけど全然地味じゃないですよね。むしろ華やか。このトップスとこのスカート合わせたコーデ初めてしたんですけど、めちゃくちゃ可愛いのでぜひセットでゲットしてほしいなと思います。それでは次、はい、続いてのアイテムがこちらのトップスです。こちらがフレアスリーブ T シャツで、お値段が1881円です。カラーが今私が着ているアイボリーと他
下にブラックとベージュがあります。なんと2000円台というスーパーお安い T シャツなんですけど、これはほんまに夏に助かるアイテムだと思います。袖がこんな感じでね、フレアデザインになっていて、二の腕が超細く見えるんですよ。生地がなんやろな、なんかちょっとザラッとした感じなので、汗とかは全然染みにくいんじゃないかなと思います。今はキャミワンピースと合わせてるんですけど、こんな感じでちょっとカジュアルなオーバーオールと合わせても可愛かったので、ほんまにこの夏大活躍間違いなしのアイテムだと思います。はい、続いての商品がこちらのワンピースです。こちらがギンガムチェックティアードキャミワンピース、お値段が5038円です。カラーは私が今着ているブラックのみとなります。これはなんとポップアップ先行販売のアイテムなので、まだオンラインでは入荷してない超貴重な商品です。なのでポップアップに来てくださる方はぜひチェックしてみてください。こんな感じでね、銀ガムチェック柄で前にずらーっとボタンがあるのもすごいアクセントになって可愛いですよね。でウエストあたりから何個も切り替えが入ったティアードデザインで、すごいふわっとしたシルエットが女性らしくて可愛いなと思います。このガーリーな印象を生かしてコーデを組むのはもちろんなんですけど、こんな感じでデニムとレイヤードしてカジュアルダウンさせたコーディネートもめっちゃ可愛かったです。はい、コーディネートはこんな感じに組んでみました。ちょっとこういう夏らしいバッグを合わせて海とか行きそうなコーディネートにしてみました。それでは次、はい、続いてがこちらのトップスです。こちらがポップコーンカーデガン、お値段が4477円。カラーが今私が着ているアイボリーと、もう一つブラックのカラーがあります。実はこのカーデガンも先行販売のアイテムで、まだオンラインでは入荷しておりません。これもすごいお気に入りで、インスタとかにももう載せてるんですけど、このポコポコした素材感がすごいトレンドライクで、取り入れるだけで今っぽいコーディネートになると思います。ボタンもめちゃくちゃ可愛くて、すごい高級感あるアイテムです。後でご紹介するコーデもそうなんですけど、もうシンプルにスラックスとかデニムと合わせるだけで様になるような存在感のあるトップスなので、キャミワンピの上からとかでも気軽に羽織れますし、この夏持ってて損なしの商品だと思います。はい、続いてがこちらのスラックスです。こちらがダブルベルトスラックス、お値段が3564円です。カラーが今着ているネイビーと、あとはオレンジとベージュがあります。このスラックスはとりあえず高見えがすごくないですか。3000円台と思えないビシルエットとデザイン性なんですよね。こんな感じのベルト付きのスラックスで、すごいウエストが強調されるので、スタイルアップ効果があるかなと思います。全体のシルエット的にはすごいラフでワイドな感じです。このネイビーのカラーとかは特にオフィスカジュアルのシーンとかでも使えそうなアイテムなので、社会人の方にはおすすめです。はい、コーディネートはこんな感じにしてみました。小物はね、ちょっとあえてブラウン持ってきて、こなれ感が出るような色合わせにしてみました。このコーデすっごいお気に入りなので、日曜日の店頭訪問するときに着用しようかなと思ってます。それでは次、はい、続いてのアイテムがこちらのトップスです。こちらが U ネックボタンブラウス、お値段が3608円で、カラーが今着ているミントと、他にアイボリーとライムのカラーがあります。こんな感じでちょっと透け感のある素材で、生地が薄いので夏も涼しく着られるアイテムです。ブラウスなんですけど、こんな感じでちょっとクシュッとした素材なので、シワが目立ちにくいんですよね。夏のトップスでシワが目立ちにくいってだいぶポイント高いんですけど、私だけかな。ボタンを開けて羽織としても着用できるアイテムです。はい、続いてがこちらのスカートです。こちらがリボンフレアミニスカート、お値段が4477円です。カラーが今私が着ているイエローと、他にもブラック、ホワイト、ライトスカイブルーとあります。私にしては結構ね、挑戦的なミニスカートなんですけど、こんな感じでふんわり広がるシルエットがめちゃくちゃ可愛くないですか。あとは腰に服を巻いてるようなこのリボンデザイン、めっちゃ可愛い。後ろはゴマなので全然楽ちんに履けます。こんな感じで女性らしいブラウスと合わせたり、もうシンプルに T シャツとかと合わせても全然可愛いと思います。はい、コーディネートはこんな感じに組んでみました。トップスボトムスどちらも甘いアイテムだったので、小物はブラックで大人っぽく締めてます。実はこの合わせがすっごいお気に入りで、ブラウス、スカートそれぞれ色違いで着た感じがこんな感じです。このコーデもこのコーデもどちらもフレッシュで爽やかで、めちゃくちゃ夏らしくてすごい可愛いなって思います。それでは次、はい、続いてのアイテムがこちらのブラウスです。こちらがビッグカラーレースブラウスで、お値段がなんと2717円。超超高見えするアイテムです。カラーが私が今着ているホワイトと、他にもライトベージュがあります。
ます。めちゃくちゃ可愛らしいムード全開のブラウスなんですけど、すごい存在感あってコーデの主役になるアイテムです。このねアイレットレースもめちゃくちゃ可愛くないですか。すごい涼しげな印象もあるし、爽やかな夏を過ごせそうなアイテムです。コーディネートはこんな感じに組んでみました。ブラウス自体がほんまにデザイン性のあるアイテムなので、ただただデニムと合わせるだけで決まります。それでは次、はい、続いてのアイテムがこちらのトップスです。こちらがグリッタートップス、お値段が2717円で、カラーが私が今着ているピンクと、他にもグレー、ブラック、ベージュがあります。めちゃくちゃ可愛くないですか、このキラキラトップス。もう細かいグリッターがすっごい華やかでめっちゃ可愛いです。生地はとても薄いのとめちゃくちゃ柔らかいので落ち感があるシルエットです。ここがパフショルダーになってるのもちょっとポイントです。で袖も肘ぐらいまである小丈なので、二の腕カバーもできちゃいます。はい、コーデはこんな感じに組んでみました。アイボリーのこういう高級感のあるパンプスとビーズのバッグを合わせて高級感のあるコーディネートにしてみました。それでは次、はい、続いてのアイテムがこちらのトップスです。こちらがシアーレースブラウス、お値段が3751円です。カラーは今着ているベージュのみです。この見た目で3700円ってめっちゃ高見えしませんか。で今はちょっと着てないんですけど、こういう感じのキャミソールが一緒についてるのでインナーにも困らない商品です。この裾の大きめのスカラップデザインめちゃくちゃ可愛いし、この辺から切り替えが入っててふわっと広がるシルエットもすごい可愛いです。お袖もタポーンとしてて全体的に愛らしいフォルムのアイテムです。はい、コーディネートはこんな感じに組んでみました。今回はインナーの色に合わせて小物もブラックで統一してみました。このブラウスは他にもちょっとスッキリした感じのスカートとか合わせても絶対可愛いですし、あとはインナーに色物を持ってきて遊んだコーデも可愛いと思います。それでは次、はい、続いてのアイテムがこちらのトップスです。こちらがハート刺繍パイピング T シャツ、お値段が3179円です。カラーが今着ているアイボリーと、他にもブラックとブルーがあります。この真ん中にあるワンポイントハートのロゴ刺繍がめちゃくちゃ可愛いです。であとは首元と袖にパイピングがあって、すごい引き締まった印象の T シャツです。今ちょっと見えないんですけど、丈もねこれぐらいで結構短いので、すごいコーディネートも組みやすいと思います。はい、コーディネートはこんな感じに組んでみました。スニーカーにショルダーバッグを合わせてラフなスタイリングにしてます。てかこのキャミワンピースめちゃくちゃ可愛くないですか。この縦じわがすっごい細く見えるんですよね。こちらも昨日入荷した新作アイテムです。それでは次、はい、続いてのアイテムがこちらのトップスです。こちらがツイードジャケット、お値段が3575円で、カラーが私が今着ているブラックと、他にもアイボリーとディープスカイブルーがあります。このツイードジャケットで3000円台ってかなり安くないですか。近くで見るとこんな感じの柄です。ボタンもフェイクパールですごい高級感があって、ジャケットとしてはもちろんなんですけど、ショート丈なのでこういう風にボタンを閉めて1枚のトップスのように着てもめちゃくちゃ可愛いと思います。こういうツイードジャケットはスラックスとも合うし、デニムとも合うし、キャミワンピの上から羽織っても可愛いですし、後でお見せするコーデスカート合わせもすっごい可愛いです。最後のアイテムです。こちらがシフォンティアードスカート、お値段が4664円です。カラーが私が今着ているブラックと、他にもアイボリーとパープルがあります。一見普通のティアードスカートに見えると思うんですけど、もう素材が最高です。なんか伝わるかな、シフォン素材ですっごいなんやろ、とろみがあるというか優しい感じの素材感なんですよ。やや透け感のある素材で、裏地がこの膝上ぐらいまでついてるので、そこから下はシアー素材なんですよね。はい、コーディネートはこんな感じにしてみました。小物もブラックでまとめて全体的にモノトーンコーデにしてます。全部綺麗めアイテムなので、すごいお上品なコーディネートになったかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。私の夏服ルックブックでした。土日の2日間は私も店頭に立たせていただくので、ぜひお時間ある方は遊びに来てください。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。